こんにちは、宮地です。 YouTube に動画を上げていて、 BMX どうやって始めたらいいんですかとか、自転車どういうの選んだらいいですかとか、いろいろ質問が結構いただいていたので、今回ちょっとまとめて、まずは BMX を始めようっていうテーマで3つ、 BMX の始め方、バイクの選び方、それと、まあ、必要なものを、どういうものが必要なのかっていうのを3回に分けて話していこうと思います。第1回目は BMX の始め方をやっていきたいと思います。まず BMX の始め方、 BMX どうやって始めたらいいんですかとか、まあ、どうやって始めたらいいんですかっていうよりも、バイク何がおすすめですかとか結構コメントいただくんですよね。だけどそれだけだとちょっと僕は何も回答することが実はできなくて、まずは自分のやりたい種目を見つけてもらいたいんですよね。それがないとちょっと僕からもアドバイスが難しいと思うんで、 BMX の種目の種類がいくつぐらいあるかっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。じゃあ BMX は大きく分けて2種類あります。1つはレース、もう1つはフリースタイルで、レースはまあレースなんで当たり前ですけど速さを競う競技です。でフリースタイルは技の難易度を競う競技です。大きく分けてその2つがあります。でその中でもフリースタイルは結構細分化されてて、パークだったりダート、土の上を走る、レースの練習なんかはよくダートで練習したりするんですけど、その他にもストリートとか、あとフラットランドって正式名称は言うんですけど、っていう競技もあります。で僕はというか、コースタルでは一番みんながやってるのはパークっていう競技なんですけど、まあ主にパーク、ストリート、ダートをメインに今度から紹介していこうかなと思います。じゃあなぜ BMX を始めるときにやりたい種目を最初に決めるのかっていうことがあるんですけど、それは種目によって自転車の種類が違います。そう、自転車の種類が全く違うので、そこで違うバイクの種類を選んでしまうとやりにくかったりとか、まあ、結局買い直してしまうとかいうことになると思うんで、まず最初に自分がどういう競技をやりたいのかっていうのを選んでもらうといいと思います。じゃあまず最初はレース用のバイクの特徴を説明したいと思います。レース用のバイクは、まあ、今このどっちだ、こっちかこっち、ホワイトボードにちょっと載せてるんですけど、レース用のバイクの特徴はバイクがまず軽いです。まあ、スピードを競うのでバイクが非常に軽くできてます。であとタイヤが比較的細いものが多いです。あとは大人も子供も20インチ、まあ、今度バイクの選び方の中であのホイールのサイズを紹介したいと思うんですけど、大人も子供も20インチのバイクを使って走ります。で次フリースタイル用のバイクの特徴で、フリースタイル用のバイクは、まあ、技の難易度競ったりとか大きいジャンプをするのでバイクがすごい丈夫にできてます。レース用に比べると絶対に丈夫にできてて、あとはセクションとか、なんていうんですかね、パークだったらこうとんがったっていうか、セクションにそういうバイクがぶつからないようにというか、ギアがぶつからないようにスプロケットって言うんですけど、ギアの部分が小さく作られているものが多いです。あとはジャイロペグって言った、まあ、特殊なパーツがあるんですけど、まあ、ジャイロっていうのはハンドルがぐるぐる回るようにするパーツです。でペグっていうのはちょっとこのホワイトボードに載せておきますけど、セクションにそのペグっていうのを引っ掛けて滑ったりする、そういう技があるので、そういうものがついているものもあります。でちなみになんですけど、フラット用のバイクの特徴を説明すると、ストリート用のものに比べるとトップチューブが短いのが特徴的だったり、あとは、まあ、これはフリースタイル用も普通のフリースタイル用とも被る部分なんですけど、ハンドルがぐるぐる回せるようにジャイロがついてたり、まあ、人によってはブレーキがついてなかったり、あとペグがついてますね。でこっちのペグは先ほどのフリースタイルとは違って、フリースタイルは
セクションを滑るためにあったんですけど、こっちはどっちかというとペグを持ったりとかそこに乗って技をする用途があるので、ちょっとペグでも同じペグでも種類が違ったりもします。でよくある質問としては、結局どのバイクを選んだらいいですかっていうの、本当にこれ質問よくいただいてて、まあ僕もちょっとどのバイクがおすすめですかとかメーカーがおすすめですかって言われても、いつも結構質問答えるのが困っちゃって、でそれでこの動画を上げようと思ったんですけど、まあそうですね、一つ言えることはレースをメインでやりたいと思うならもう絶対にレース用がいいと思います。で少しでもトリックをやりたいのであればフリースタイル用を選ぶことをお勧めします。やっぱレース用は軽く早く走るために軽くできてるので、パークとかで技をやるにはちょっと強度不足かなと思いますね。なので少しでもトリックをやってみたい方はフリースタイル用を選ぶことをお勧めします。でフラットランドをやりたいでも決まってる場合はフラットランド用を選ぶといいと思います。じゃあそのバイク、まあ、バイクをどこで買ったらいいのかっていうのをこれから説明していきたいと思います。まあ、どうしても専門店が近くにない場合を除いては、絶対にもう絶対にというかできる限り BMX の専門店で購入することがおすすめです。でなんでかっていうと、結構ネット通販とかで安い BMX 風のバイクがあるんですよ。それを買っちゃってやり始めて、あこれ本物じゃなかったんだみたいな感じで結局買い直して高くついてしまうっていうことが結構あるんですよね。でもネットに売ってるものが全部ダメっていうわけじゃなくて、もちろん本物のものも売ってますし、そういう安い BMX 風のバイクもファッションで乗る分には全然いいと思うんですね。けど競技でやるには強度が足りなかったりとか重かったりとか、まあそういう問題もあるので、もし競技としてやりたいんであれば必ず競技用のバイクを買うことをお勧めします。で BMX はサイズがすごいたくさんあるので、ちょっとそれの選び方がわからないっていう方も、まあ、ちょいちょいコメントもいただいたりするので、次回の動画ではその BMX の選び方についてやっていこうと思います。じゃあこの動画が役に立ったという方はいいねボタンお願いします。このチャンネルでは僕たちのライディングやハウツーなど BMX やマウンテンバイクの動画をたくさん上げてるので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。 SNS やホームページなどをぜひチェックしてください。ここに、こっちかこっちに載せておきます。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。